よし。というわけでね、ごちそうさまでした。倉敷市ね、水島支所、この目の前にね、大きな光があります。横ですね。9時から15時までやってます。これね、値段もねリーズナブルですね。全体的にやはり市役所関係の食堂っていうのは本当に良心的な価格で、この今回ね注文しましたそのカツラーメンもね580円、まあ、2022年の9月の段階なんですけど、非常に懐かしの中華そばの上にカツが乗ってるような感じです。ぜひ皆さん行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。